環境。もりもりこんばんは。やっほー。ね、あとちょっとだね。今日はね、そう、あの来てくれた人が、あ、誕生日、なんか年越し配信、年越し腰配信するみたいな言ってくれて、あ、それいいじゃんって思ったの。それで意見を、いい意見を出してくれて、それありだなと思って年越しそばです。あとちょっと、あと20何分ぐらい。この時ちょっとずれてるからさ、これで5、4、3、2、1って言っても早いかもしれないし遅いかもしれないっていうね。服逆に着てる。なことなかった。レミちゃん早い。あまどけさんこんにちは。フライングすぎ、フライングすぎよ。カフェオレタンのきもちこんばんは。お誕生日おめでとう。早いん、早いんよ。みんな早い。あともうちょっとさ待って、ハクモンこんばんは。こんばんは。あ、今日ありがとう、初めまして来てくれて。楽しく、若かった、23歳だもんね。たおめ、たらまる、こんにちは、ありがとう。まだだけど、そう、もう少しでなるよ。もりもり。てか、ずっとこれか、あれだね、変えてなかったね、この3つ。みなともさん、あ、ありがとう、早いけど、ともさん、の気持ち、ありがとう。来たよ、やっほー、やっほー、今日ありがとう。嬉しかった、久々に会えて。本当に嬉しかった。そう、プレゼント見たよ。すごい嬉しかった。また改めてお誕生日プレゼント紹介の配信するので見てください。告知するから。今日はライブお疲れ様でした、ありがとう。ねえ、チェキのさ、アピーめっちゃ下手だったね。だから今撮って、何、まだ。いや、写真撮りたくて、ワンちゃん。ああ。でもいいや。スクショしてもらう。はーい。エビこんばんは。寝落ちしないで起きれた。えらい。遅くなって。11時半から始めて、目標、12時半ぐらいに終わる目標です、配信。今日も可愛いわね。明日楽しみにしてるよ。会えるの。フライングゲット早い。みんな早いんよね。おめでとうっていうのが。ポニティフ今日ライブポニテールでしたって言ったけどね。今日さ、2回目の三井ホール。ホールだからさ、広いじゃんか。か結構逆光で、結構ね、顔が見えなかったんだよね、みんなの。こうやって頑張ってみ。2回目がポニーテールだったからね、今日は。迎えるまでにどうするか。そうだね、そう、明日のことについて決めよう。どうしますか。なんか明日は、定番的にもすごく、カツカツっていうか、物販が伸びたりできないし、すぐにパッて、パパパパッとね、明日はね、なっちゃうんだよね。だから、そう、それはどうしても集合写真を撮りたいの。でね、考えたんだけど、なんかツイートしてる人もいたし、見たし、思ったっていうのもあるけど、そう、集合写真をね、撮りたいんだけど、本当にね、ツイッターとかに載るんだったら顔載りたくないって人がいると思うから、ツイッターに載せるときは、もう誰が、もう人間の形がわからないぐらいぼかすか載せないにして、ちゃんとした顔が写った写真はみんなの手元だけに、残してるので、順序ではどうしますか。いつもバンダイジャパンは、生誕の時に結構界隈とかで撮ったりするんですけど、
言っちゃえば、いつも物販が始まってその推しの人のファンの方がちょっと待ったーって手がちょっとプレゼントを渡す儀式をして、はいよ物販へって感じで、全体写真は一番最後なのよ物販が終わった後。でも明日物販が終わった後に、であのより先にやった方が絶対にいいと思ってて、あといつも思うんだけど、最後にやっちゃうと、あのパパッと写真撮って人帰っちゃう、結構なんか何か帰っちゃったっていうのが多いなと思ってて、でそれは一人でも多くの人に写ってほしいの。だから写真撮りたいんですよね物販の。そのちょっと待ったの儀式を先にやるかっていう話なんですよ。おしおりおじさんと決めたいなと思って。であのメンバーがさ、あの物販にいつも来て、物販が始まるまでの時間があるじゃないですか。結構その時間って待ってたらもう5分とかになっちゃうね。その時間でできたらやりたいので、ちょっと思ったのは、写真を撮るだけ撮って、みんなが来るメンバーとかが集まる前にうちらがパッと集まって写真撮って、はい、たはーってやってたら、メンバーが集まってきて、それでは始めます。ちょっと待ったーはどうですか？めっちゃ話長くなっちゃった。けど、伝わりましたか？そう、明日のね、ライブのチケットがもう売り切れてしまったので、明日会いに行きたいってもし今思ってくれた方がいたら、そうチケットがないので何とも言えないんですけど、あでももしかしたらなんかこのライブの感じ、主催者さんの感じわかんないけど、なんか当日券が出るかもしれないし出ないかもしれないっていうね、こうなんともねはっきりしない答えなんだけど、いつもそんな感じなんですよ。一藤崎なんだ靴ピー、あこんにちは、そろそろ伺います、こんばんはそろそろ伺いたいなと考えております、こんにちはコツピーさん、こしょう少々お疲れです、ありがとう、あらちやちや、え、めっちゃ今日すごいよね、なんかテカテカじゃない、すごい好きです、ちゃんとケーキとか買ってきてかわいい、そうケーキ持ってる人はね一緒にお祝いしてね、やっほー、ぴよち今日もはるくんと会えたよおめでとうございます、ありがとう、俺が一人で食べるんだけどね、あ、そう一人で食べるもんよ、ケーキは、横山、今日ありがとうって、定休部にあるんよ、何がプリンちゃん、ふーちゃん、やっほー、ハピバー、ひろくん、やっほー、ハピバー、あと何十何分ぐらい、ケーキ買ってないから可愛いいと思う、たん美味しかったらで、ね、何でもいいよ、しょうちゃん美味しい、あ今日ありがとうでかいワンディこんにちは本当にでかい、ありがとうね、今日は早めのおめでとう言ってくれて嬉しかった、あとトークポートもありがとう、明日の撮ってありがとう、よかった、下手くそすぎてびっくりしたツイッターにさ載せてくれとったのって、下手パガワー、やっほー、しおりちゃん可愛かった、笑顔しおりちゃん撮影して、また撮影家のライブがあったらいいですね、みおちゃんこんばんは、明日でやっと同じライン、そうだよ同じ22歳になるから、ね、電飾なくても引く、そう森山にマジで分かりやすかったなんでなんでとか言って僕ここにいるよ、いおちゃんこんばんは、顔はちょっとも平気、とりあえずそうみんなでさ約束にしよう、明日撮った写真はツイッターに載せない、だからあの、ま、あんまりバンザイジャパン来たことないとか、あのおじさんとそんな仲良くないっていう方も映るどうですか、そうご時世的にさいろいろあってさ、なんか嫌な気持ちでさ、せっかく楽しかったでさ、うん、ねえ、うん、嫌な気持ちでおたら悲しいじゃないっていう、だからもしあの塩ドラさんのグループがあるんだったらこのこと言ってほしい、あの絶対にツイッター載せない決まりにするから写ってってツイートも しますけどね、で運営さんとはあのちょっと話をしているので、はい、なんでしょ、しょうゆはみんなは明日ライブが終わったら終了したら集まってもらって待機を組んでもらって、しょうゆは早く着替えてじゃない、ちょっと髪の毛マスク取ったりして物販のバッグ持って
走って向かうから待っててください。そうちょっと待った、そうしおちゃん、そう明日 50% の来る見込み。家が遠いからさっさって帰っちゃう。そうなんだよね。でもさ、その気持ちもわかるんだよね。か別に自分の用が終わったら帰ろうって気持ちめっちゃわかるからさ、そうそうそう、すごいわかる。そレニーの物販とかさ、そんなに広くないかもしれないじゃん。だからさ、あ混んでるし先帰ろうって気持ちもさ分かるから、なら先にやっちゃおうよっていうね、うん、っていう今年はしおりのすごいあのわがままをね押し付けて、ね、ちょっと待った、そうちょっと待った、あたいもそんな感じでとあなたを持ちましょう、終わった、あそうしよう、いいじゃん。あれか写真の時持って一回あれか儀式の前だから返すとか、オッケーそうしようよ。いいこと考えたくない、自らプロデュースの、え、すごい嬉しい。なんか今まで結構みんな任せてば、それはそうなのかも、なんて言うんだろう、何も知らないの状態でやってたんだけど、今回はメッセージカードから始まり、これはもう写真のことはね、マジ自分のね、あのお願いなんだけど、ちょっとみんなやってみた。でもなんかみんなとこう話し合うっていうのもいいですね。ハナマキング、こんばんは。室尾さん、ね、明日ありがとうね、遠くから来てくれる。明日、室尾さんもさ、茨城だから、茨城出身とか、山林になりますね、茨城話。把握しました。だから明日ね、会いに来てくれる人は、写真に写ってほしいんだ。ちゅうの、お願い。ヨウくん、こんばんは。モンタ、こんばん、おいしい、ありがとう。明日が楽しみです。え、キショモちゃんも入ってね。ののちゃん、こんばんは。あくさ大事にするよ。絶対大事にする。早くさ、並べたい。塩空さんチーム。ジャビタン、こんばん。今日ありがとうのお手紙のプレゼント。まだ読んでないけど、ありがとう。あとで読みます。あとでっていうか、あの、落ち着いたら読みます。え、関西になんでですか。よかった。え、これ何も知らずに迎える水曜日は辛かったですよ。よかったかったです。いつまでですか。了解しました。え、チケ、こんばんは。なありがとう。結構え、これ何分さ過ぎてるかわかんない、過ぎてるのか遅れてるのかが全然わからない時計、ちょっとずれてる、ちょっとずれてるっていうことだけわかる。あと15分、フライングダメだよ。結構みんなしてるけどね。田島、やお今日ありがとう。田島すごいダメ処理してるのが好きだったよ、うん、止めるのも自分でやりません。頼むのお願いします。止めるのお願いします。ね、明日のさ、しおり推しさんチームさ、結構、ね、本当にバンザイジャパン史上最高に少女さんが集まってくれるんですけど、これさ、マジでこれさ、そんなこと言ったってって感じだけど、これで声出しだったらめっちゃ楽しかっただろうななんて思っちゃった。もっちゃん、こんばんは。そう、所持コールが聞きたかったなーっていう、明日の瀬取りと人数とって感じですね。うん。えなちゃん、お疲れ様、ありがとう。したらね、すってんころりん、おむすびころりんこ。私も集合写真の邪魔させてお願いします。で、きしょうちゃんもさ、みんなご挨拶しようよ、きしょうちゃんと。で、みんなさ、せっかく明日集まるからさ、みんなさ、あの仲良しにさ、なって、もうすぐおめでとう、あと10分くらいかな。載せるような写真ください。どこに？そう、ツイッターね、22歳になりましたっていうツイッターの投稿を下書きに作った。これは最近で一番漏れたライブの写真、撮ってもらった写真、ライブ中のと、あのライブじゃない私服の時の撮ってもらった写真。ダンスで僕の真似、そうだよ、似てるでしょ。真似だった。あー、本当でした。これ知らなかった、なんちゃって。去年のさ、誕生日、白金高菜は表現としてん午前中が水母で、午後が
白金高輪だったんだよね確か。懐かしい。2回あったんだよね去年は。懐かしいですね。え、そうだよね。コロナが流行りだしたくらい。でも本当に誕生日当日にあるの嬉しいです。本当にラブタイム遅れました。しょうちゃん推しこんばんは。こんばんは。そう、今から22歳になるよ。あと10分ぐらいでね。しおりコールが、しおりコーデが届きました。しおりコールが聞きたいです。しおちゃん明日のチケット、えぇ、ー、あるの、マジ。ありがとう。楽しいです。嬉しすぎる。嬉しすぎた。嬉しい、本当に嬉しい。ルーカちゃん会えるの嬉しい。そろそろしますね。そう、全部からせんね。やばいね。肉あったんだね。今年1回ポーンですね。本当にでも思ったよりは遅い時間でよかった。なんかコロナの緊急事態宣言が今日なくなった、解除されたじゃないですか。でだから会場の時間もだけど、ライブが終わる時間も1時間ずつ遅くなったらしい。今何分、誰か Now ってやってください。 Now ってやって、あと10分、ちょうど10分。これだったらあと9分ぐらい。じゃあ早いのか。そうか。福くんこんばんは。明日のトークポート役できた、ありがとう。初見枠の訳してくれてありがとう。トークポート、そう、明日ライブの後にあるんですけど、あと何5678枠くらい空いてたので、もしよかったらぜひ。昼間オンラインでクイズラクザやってた去年。昼間オンラインのクイズラクザ去年。そうだっけ。去年の誕生日と誕生日の間全然覚えてないんだけど、何したの、何し過ごしてたか覚えてない。それ今日見つけた新技なんだから、そんな焦る。やってよ。これからも可愛かったんだけど、結構さ、今日少量師さんが集まっててさ、マジ可愛かったから。今日のセレナ良かった。去年か。そうね、良かったよね。めっちゃマジ良かった。仕事残業しないように頑張りますけど、場所とか悪かったらごめん。全然嬉しい。声が聞けたら嬉しい。顔が見えたらもっと嬉しい。しおと、おやすみ。あと10分。明日の予約入ってる。いや、入ってるけど確認するからスクショしよう。入ってるよ。割と最初の辺に予約してくれた。あと10分切った。ワクワク。てか去年は奇跡的に、そうなんだよね。去年日曜日で神だった。ってことは、来年は火曜日。みんな来年まで忘れないでね。一緒に過ごそうね。な、ありがとう。50分今、あ、すごい、見て、もうコメント追いついた。すごい早口で読んでたら52分。え、あと10秒で53分になるよ。絶対違うよこれ。しばらく平日っすね。あ、1個ずつずれていくのかな。土日がいい。そりゃそうなんだけど。去年 T シャツ当たった ?T シャツ当たった。あ、なんか一人に当たるやつ。ドリアン、すごい名前、こんにちは。すごい匂いだね。あのエリアオタク。そう、可愛かったんだけど、マジ。可愛い。ラブかった。しばらく、そうだよね。なあ、ありがとう。全然わかんない時間。次53分 ?30 分。あ、いい感じ?え?あと15秒で54になる。いい感じ、もしかして。あと遅いんだ、じゃあこれが。ちょっと。ねえねえ、勝利が入ってた時間に 何秒か教えて、何分。はい、今何時何分ですか。何秒ですか。遅いんだな。
うちのさんか、そうだよね、そりゃそうだよね。で結構さ今年さなんかみんな有給取ってくれたりさ、なんか嬉しかった。遠くからも結構来てくれたりするし、なんかそう嬉しい。火曜日が入るかなライブ。お願いするしかない。今年もお願いしたの、運営さんに出てください、頑張りますって。そしたらこのでかいライブが、初めての師匠の誕生日ね、それな、初めてだね。師匠ちゃん来年も一緒に過ごしたいから頑張ってほしいとかって。師匠ちゃん、師匠ちゃんだよ。明日仕事でやめいけないのが申し訳なかった。え、ありがとう。でも23日会えるよね。今って言った時が40秒ぐらいだったってことは、今55分40秒ぐらいんってことだ。っていうことは40秒遅いんだったから59分20秒がポンってこと。今55分20秒だから今56分ってことだ。うーん、ちょっと分かってきた。タイムラグがあるから、でも絶対5秒3日って違うけど、まあノリでね、うん、いいよ。のありがとう。もう藤崎修さんの時がしおり合わせ、まあ細かいことは気にさせなさんなっつってね。しんこさんおいしい、お元気、元気だよ。りゅうさんは修理もっと好きになれる一年にしてください。私もあのみんなにさ、あのさずっと好きでいてなんてさ、そんなあのもちろんそうだけどさ、あの修理はみんなにもっと好きでいてもらえる努力をしますので、頑張り、よろしくお願いします。あっ、21歳最後あと5分、しおち大人になる時間は8時、生まれたのは8時何分で、さっきママがツイートしてたんだよね。そうコメントラグあるんだよね結局。すぐ56分、あ本当に、じゃこれ合ってるわ。ってことはプラス、これプラス40秒で計算したらいいんだね。うん、ちょっと何の世界でぴったりでしょ。遅いんだけどいい、え遅いんだっけこれ、あまあいっか。しおの、じゃあしおのさんカウントダウンでしおり中心しおり中心でいいですかね。でんでん、みんな嬉しい、一緒に過ごして嬉しい。ワクワクピーナッツ、ワクワクしてくれてる皆さん。おやつは買ってきましたか。はい買いました。ハゲキングこんばんは。プリンちゃんみちご好きです。タイムラグを見越してコメントやばいよね。時間今待ってよ、今58分20秒。今どう、ちょうど誕生日前にお見えてよかったです、ありがとうございます。関東に帰ってきたらすぐに教えてください。リプしてください。そうです、コメントで教えてください。しゅうちゃんが先に、そうだよ、あなたは1週間後に同じ、ふーちゃんは1週間後に呼んだら同じ写真なんでしょ。ちょうちのことを見続けるよ、よろしく頼んだ。無理無理、それはそう、メンバーの誕生日じゃん。あ3人目嬉しい。ざわざわ、もう少しで違いました。え、なんでですか。早くこっち、その魔の世界みたいな見つけちゃう。どこがたぶんプリンになっちゃう。オレンジジュースしかかな。おやつは氷竹の腰のいや、みんなでなんか食べてるでしょ。しおりちゃん誕生日会みたいなツイート見た、何人かでこうやって乾杯。しおりの誕生、あん、そうだよみんな、しおりが中心なんだから、しおりより早く言っちゃダメってよ。こと今あと何分？分かんない。50、あと20秒？違う？あと1分20秒？あと20秒？分かんない分かんない。20秒かな？適当に、あ、あと10秒かもしれない。
じゃああと10分で誕生日ということで10違うかな9違う全然違うなと今ラグがあっていいならあと15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2おめでとう、はい、おめでとう、 おめでとうかわいい しおりない子供たちが歌ってくれた。おめでとう。ピヨピヨ。おめでとう。平和な誕生日になりました。Happy birthday to you. Happy birthday to. トア歌ってる。わー。ありがとう、ケンシロウ。みんなクラッカーもありがとう。ちょっと名前ポンポンポンって言いますよ。ねえねえ、誰かこのさ、画面さ、ママ見てる、ママ。ママ、ママ産んでくれてありがとう。お母さん見てる、多分。ママ産んでくれてありがとう。このさ、お誕生日おめでとうのさ、画面スクショ、あ、スクショさ送って、これさ22歳最初の娘からのわがままママ産んでくれてありがとう。多分ママ見てるから、今 LINE 来たもん、タワー当たってるよってだからママ見てるはずだからね、今スクショ撮ってるはずよ。ママギフト投げたらウケるんだけど、ママギフトありがとう。ちょっとよ、名前ポポポって読みます。ヨマちゃんありがとうございます。シュウありがとう、もっちゃんありがとう、マリアさんありがとう、メンバーが来てくれて嬉しいありがとうございます。シュウさんありがとうございます。チュウさんありがとう、ハルムキングありがとう、クッツピーさんありがとうございます、のどちゃんありがとう、ハリーミリクリーワンダーありがとう、おじさんありがとう、ルーカちゃんありがとう、アッツさんありがとう、マビーナさんありがとう、メルちゃんありがとう、嬉しいメンバー来てくれてありがとう、ウサさんありがとう、シカジカさんありがとう、ネドネシュさんもありがとう、サトコちゃんありがとう、マグダラさんありがとう、目赤になっちゃった、赤になっちゃった、ゴフルトンありがとう、シンゴさんおめでとう、ありがとう、おめありがとう、ケンシロウのタワー、あ、親友から LINE 来た、けんちゃんありがとう、誕生日ありがとう花見出ちゃった、かわりたい、読んだか分かんない、はるありがとう、コナン、あ、よこちゃんありがとう、ふくくんありがとう、すぐるちゃんありがとう、せみたんありがとう、まーくんありがとう、くろさんありがとう、あちこさんありがとう、ふーちゃんありがとう、のんきもちありがとう、はやとありがとう、むりむりま、ありがとう、よあちゃんありがとう、素敵な一年になりました、あ、なりまーすみずきちゃんありがとう、ラブタイムありがとう、ぷーちゃんありがとう、ピロピロありがとう、たたーさんありがとう、えなちゃんありがとう、もじゃありがとう、きしもちゃんありがとう、むひろさんありがとう、生まれた、あ、8時何分に生まれた、あきさんありがとう、のきもちありがとう、やってみるくさんこんにちは、みちくんありがとう、はるぷりさんこんばんは、かわいいが、かわいいって言ってる、みんななんだろう、かわいいのって、たじまありがとう、はぎきんくんありがとう、はくもありがとう、本当にね、おめでたい、
みちょぱぱありがとう、しーさんありがとう、いまあいい声だった。そう、ふみが流してくれたけど、誰が歌ってるんだみたいなね感じ、面白かった。あつあびわちゃんありがとう。あ、みんなが歌ったの、あれ可愛かったよ。あの子供みたいだよね、可愛かった。みちくんありがとう、テロップをなりました。あ、そうだね、変えよう、今変えまーす、なりました、まーした、できた。22歳のおばあちゃん、めっちゃむせたんだがあなたは孫、そうだよ、おばあちゃん見て、ママー、これ藤子って、これ本当にママですよ。猫パンありがとう。お母さん、そう、お母さん、お母さんおめでとう。ママは6月30日、ママギフトでめっちゃウケる。待って、ギフト読んでくれた人、読んで違った。みるちゃん、お母さんパコーンありがとうぷーちゃんありがとう、岩井ワッペン、ゆまむしゃんありがとう、ゆまむしゃんってか本物ですか、うちの名前かわいい。横山ありがとう、くーさんありがとう、ゆうちゃんパンありがとう、あちこさんもポーンありがとう、ふみぽパン、これ何、これかわいいんだけど、あれお祝いのあれってことかな。みっちくんありがとう、みけんたんありがとう、はるまぐまキング、るーかちゃんありがとう、はるまキング、はるみキングで終わっちゃう、ハロメキングありがとう、ママありがとう、ヘイチさんありがとうございます、プーちゃんありがとう、シカジカさんありがとう、ハゲキングありがとう、ウソさんありがとう、ハヤタありがとう。ちょっと私はツイートをねしてくるので15秒待っててくださいはい、なんとも自由な私はツイートしてきましたはい、今年も自由に頑張りましょう。今ね、下書きしてたツイートをツイートしてきましたママハッピー、そう、ママはハッピーバテじゃないよ、まだ。しゅちゃんクリルスタンドとありがとう、頼んでくれたって。藤子さんも素敵な娘さん、ありがとうございました。てママお母さんも呼んでくれて、お母様、みんなお母様、ゆうゆうありがとう、ハマプリンちゃんです、今日ありがとう、来てくれて、泣いてるしおちゃん、かわいい、かわいい、かわいい、ジャボありがとう、ゆいゆい遅れた、遅れてないよ、たらまるありがとう、なら呼んでくれてありがとう、えなちゃんもママだもんね初見です、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、ヒサピープのお久しぶりみたいな名前ですね。みのんありがとう、斉藤さんありがとう、ぺっぺみおちゃんありがとう、あぶりカルビ、あー、こんにちは、ありがとう。タラマは、生まれてなって、生まれてなって、おしめん来て、生まれて、来てくれて、おしめんなってくれて、ありがとう、そんなこと言ってくれて。ふじきしょうちゃん、血液型、A 型です。この世界を、に、存在してくれて、幸せを、すごいな、規模が、すごいことになってる。こちらからも少し送っておきました。ありがとう、助かる。この前みたいな感じ、うん。清志師匠、この夜、こんにちは、チョボーさん。藤子さん、ママありがとう、みんなでママありがとう、素敵な一年になりますように。なりました、素敵な一年に。ハマーこんばんは、6時40分ぐらい生まれたの、早いね、お母さん頑張ったね、朝からプリンプリンして、そうだよ、プリンプリンして、お腹すいた、わかる、タラマルありがとう、プリン食べ、そうプリンね、今日ふみちゃんが買ってくれたんよ、噛んだにょとか言って、そう買ってくれたんよね、帰り道に。焼きプリン4個セットとプッチンプリンとプリンアラモード。すっごい好きなんだね、プリン。やっほー。日曜日やっほー、やっほー。で、今日あのバンザイジャパンを流してくれたのは、日曜日のセトリ表載ってなかったから違う人が載せてくれたってこと。あ、ヒデさんありがとうございます。ヒデさん来たよ、ふみ。最近顔出せ、全然です。また、また遊びましょう。これ、リア友さんだからね。初見です。あ、ありがとうございます。パンディさん。パンダ A。ボンジュールアイドル公式のお祝い。え、本当に早っ。今、栗田さんから LINE 来た。おめでとうございますって。あ、大学の友達から LINE 来た。覚えてくれてたの。あ、確かに LINE の報告してんの、やばい。全然15秒じゃない？え、うちのさん、おいしい。ありがとう。いよいよ今年もおいしい、ね。ありがとう。ひろパパ、おめでとう。ありがとう。タクくんありがとう、元気、キーさんありがとうございます、ママ頑張ったね、早い、頑張ったね、シャチーだからママも結構頑張った、
ショーに会うことができてよかったです。ありがとう、嬉しい。そのこと言ってくれて。ということで今日はふみちゃんがねこのプリンを買ってきました。サムライ。ちょっと誕生日しますよかったらスクショします。スクショしてください。ふみちゃんが買ってくれたプリン。おめでとうでよ歌のレールで失礼します。ありがとう。アンハリさん、なんて読んだろう。こんにちは。プリンはないけど偶然プリン味のパン持ってるか。え、それはプリンだよ。あ、コメント追いついた。オッケー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 。すごいバーバー読んじゃったからさ、あのすごい適当に感じたらごめんなさい。ということでプリンを食べじゃん。いいね。明日塩田さん明日ケーキ楽しみです。楽しみにしてます。なかったらめっちゃ恥ずかしいけど楽しみにしてます。超楽しみ。あ、そう明日ね、そうライブに来てくれる方へともう一回さっき、ね、決まったのでツイートもするんですけど共有をしたいと思います。明日はライブが終わってすぐ物販なんですけど、私は一人でも来てくれた人の一人でも多い塩ドラさんと一緒に写真を撮りたいんですよ。でもこのご時世で一緒に撮ってそれをどこから載せて困るっていう方ももちろんいると思うので、とりあえず一緒に物販終わったライブ終わってすぐにフロアに集まっていただいて、私もライブが終わったらすぐに支度をして行くので待っててください。みんなの写真撮る体型で、で私は一緒に写真を撮ります。で、はい撮れましたってなったら多分メンバーがこう続々と集まって、いつもメンバーが集まるまで時間かかるじゃないですか。その時にも写真を撮って待っとくんですよ、うん、で物販始まるよという時にちょっと待ったーがあってという流れになりましたので、明日来てくれる人はとりあえずライブが終わったら次のライブの出演者さんすごい見たいと思うんですけど、明日だけはさっとね外物販場所で待ってくれたら嬉しいです。で私絶対にそうこれ一つルールで、明日一緒にみんなで撮った全体写真はツイッターにあげない。お願いします。ご時世的にね。はい。そうです。どうですか？ちょっと言葉下手くそすぎかってね感じなんですけど。えどっちこんにちは。誕生日を祝いに来ました。ありがとうございます。誕生日かと思いました。あ、人参かと思いました。落ち着いたら1枚縮小タイム。あ、縮小タイムしよう。いいよ。22歳だから。ピースピース。うん？マジでコメント飛ばしてたら申し訳ないです。ハッピーバースデーツーユー、ありがとう。愛されてるな田島に、ありがとう。おめでとう初見です。 P さんありがとう。みんなに言わせて歓喜余ってしおちゃん素敵すぎて嬉しいもんだって。明日のライブ大丈夫かなって感じね、うん、泣いて死にそう。みっちくん、はい、了解って。そう、みんなお願いします。よりちゃん推しの人お願い。しょうちが撮った写真を見、そうだからみんなでニヤニヤするの OK けど、ツイッターには載せない。しょうちゃん賢い、さすが22歳でしょ。すごいね、今年一年思ったんだけど、すごくみんなでわがままを言うようになりました。最初の一年とかわがままなんて言わなかったけどね。お誕生日おめでとう、ありがとう。月田ありがとう。ゼロさんありがとう。マジコロナくん、そうなんだよね。コロナって感じだよね。すごい広いけど隣かな。では萩駅のパトロール行くので、山口県のこの化粧出してくれる人がいて、ほんとそうだよね。もうこんな人生ないよ。ということでプリンを食べます。ハッピーバースデー、いただきます。でかいよね。見て、ひっくり返しても落ちない。なんか見て歩いてたらプリン屋さんがあったから買ってくれた。あ、ケーキ食べるんだったわ。え、ふみちゃん食べたよってね。22歳めでて、そうだよ、めでてめでてめでて、いいね、めでてとめでてで、もりもりかて。
年齢追いかけっこ一生後ろにタッチできずに終えそうなんで、なんだろうね、2歳差だからね。ちょっとケーキ食べたいんだけどさ、いいかな。ねえ見て、すっごいいいケーキ見つけたの。見て、私フルーツがめっちゃ好きなんだけど、ピーチがね中でもね、うん、好きなんすよ。ピーチのケーキ見つけた。スーパーですか、どういうこと。しおりさん、あ、みおちゃんありがとう。さっきなんか大好きなしおりさんの誕生日みたいなのツイートしてくれて超嬉しかった。いいでしたありがとう。わがまま結構嬉しかった。そう、今までマジでさ、私人にすぐ遠慮しちゃうから言えなかったの。しおどらさんにあのわがままとあのとか言いすぎてあの嫌われないかなって思うぐらいには最近ちょっとずつ言えるようになってきた。先にプリン、あの、そう食べちゃった子、普通の、あ、ハギンギングとかってことか。ゲームしてて日付過ぎたいや今来てくれたから。プリン食べたい、食べて食べて。ちょっとこぼれるかもって思って手を添えて、そう、ちょっと、あ、大丈夫だろうと思ったけどダメだった。見て見て、つかないで。ここについたさクリームもさ、フォークで取って食べるタイプ。そのプリン美味しい。あ、そうなの、初めて食べたけどすっごい美味しかった。だろう、有名なのかな。土壌で逆さまにしても、え、すごくない、全然落ちなかったよ。ふざけプリンさんプリン侍よ。プリン屋さんってそうそうないようなプリンの髪の、え、すごくない。なんかでもシュークリームとかも売ってた。しおりちゃんのアバターに変えた、ありがとう、嬉しい。あ、なんか赤い人いっぱいになってる。うらすぎん、めっちゃ美味しかった。これ食べたの、うえ、ちゃんと聞いてあげられてないので、もうちょっとまた決まって、え、全然。そしたら会える口実がどんどん伸びるからさ、嬉しいんだけど。クルナピさんお誕生日おめでとう、ありがとう。コンビニのケーキ、これコンビニのケーキじゃないよ、あんま買わないけどスーパーのケーキ、スーパーでもらったスプーン。タオメありがとう。こんばんは、大丈夫。ありがとう、ケイちゃん。モンさん、ウピャン、リョク、ウピャン。ウピャン、しおり。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。許してくれたしおせし。今年も激甘ですね、月タン。激甘。なんかもうこれはアイスなのじゃないでしょうか。え、変わってたよ、バッキバキだよ。バッキバキのボロボロだからね。変えてない、変えてない。あ、カツオさんこんにちは、ありがとう。シュリカたくさんお願いされて言われて嬉しいから、頻度増えること、わかった。あの、たくさんわがまま言ってくださいって人の教えてください。今年はもっと胃袋、え、胃袋、え、まさえとか言いながらさ、で、あのさ、自分でケーキ買ってる時点でも終わりだよね。おわおわ、いただきます。あれは色がすごいですね、なんと3層になって。うんうんうん、ま、なんかすっごい果肉を感じる。うん、え、かなちゃん、一ノ瀬のかなちゃん来てくれてありがとう。うん、マジ、うん、うま、うん、絶対みんな食べた方がいいよ。うまっ、すごいんだけど、むすび、うわわわわわわ、うん、めっちゃフルーツを感じるんですよ。でかい、でかいし高い、高いんですよ。猫食べますね、今すぎ、見て、
なんかめっちゃコンポタージュみたいな感じでコーンが入ってつぶつぶみたいな感じで桃が入ってつぶつぶなの。すっごいわかりやすいもの例え方わかった？やばくない？あの表現の仕方。うん。なんか全然ないけどケーキのスクショする？ケーキ食べましたってついた。非常に美味しかった。おすすめ。今こうやってお願いしたらチョコとショートケーキ出てこないかって感じなんだけど、なくなったよね。悲しい。なくならないケーキがいいな。近所のスーパーにもたまにピーチの、え、めっちゃ美味しかった。これ本当に美味しい。みんなこれ絶対に食べて。ま、回し物かというくらい。さあ宣伝するよ。すっごい美味しかった。これね、ピーチメルバ。メルバってなんだろうって感じでね。シュウさんも激甘じゃ、え、そりゃそう、お互いに激甘大丈夫なんす、え、全然いいよ、このままでいいよ。あの、そうそう、このまま、え、1200人以上、え、ありがとう嬉しい。ナイス食、うまいでしょ、食レポせんの。でかそう、食事ちょっと大きめね、絶対、めっちゃ美味しかった。つぶつぶが美味しかった。山梨県だって。アイリちゃんありがとう。アイリちゃん、じゃどうしよう。え、美味しかった。一口が大きかった。もがもがしおちゃん、そう、ライブ中。そうそう、あのね、最近してくれた人とか全然あのわかんないかも。めっちゃ食べちゃう、めっちゃ大食いし、めっちゃ食べちゃう女の子なんですけど、あの食べ方とかめっちゃ汚いんですけど、今はすごい綺麗に食べた。そう、本当汚くて、そのうち惹かれるんじゃないかなってぐらいには本当に。なんでしょう。ケーキ美味しかった。これ絶対みんな食べて。ピーチメルバ。もうなくなっちゃった。待って、言ったわ多分これさっき。お見通しだよってね。プリンちゃん、ヤッホー。食べてる姿を見るのが幸せって人絶対いる。なんかたまにいる。好きって言ってくれる人。だから最初はね、大食いってこと隠してたんだけど、言うようになった。カナもそう、嬉しいんだけど。メンバー見てくるの嬉しい。メンバーからギフト見て投げられるの。誰かさ、スクショしてギフト欄あとでください。あ、どこまで読んだっけ。桃の果肉、そう、桃の果肉めっちゃ美味しかった。いちごと、あと、いちごじゃないんだよねこれ。スポンジにラズベリージャム、バニラムース、白桃と、白桃と名古屋、山梨県産白桃、白桃なんでもだろう、白桃のジャム入りナバージュを重ねましたらって、そのまま読んだだけ。ナンシーこんばんは、初見です、こんにちは。もぐもぐしおちゃんの共有カッターです。みすきちゃんのがさ好きって言ってくれたりはね。こんにちはみっちーくん、
俺のスーパーでそれ返してみたけんきっつっめっちゃ白桃でも桃が ひらがななの白桃白が漢字桃がひらがななんだから白桃かなって思ったすぐ食べ物で例えるのが趣味美味しそうね、ま、色合いがマグロ確かにこれはマグロです桃の果肉美味しかったみんな食べてねコンポタを今日ねライブ終わった後コンポタ飲んだわかったわかったそう深夜に2つとも食べるからね今日のボンコンポタコンポタさんいますかよし本当にこのたあのガクさんのことをねコンポタ騎士って言う前からめっちゃねコンポタ好きなんいちごかと思ったそう桃だった桃がね一番好きなフルーツついてないうまい今日食べるの楽しそうですねはいごめんだよねありがとうございますしょうダメだよ買いな改めて誕生日おめでとういい一年ありがとうございますいい一年なります年の数だけケーキチャレンジ20あそれはいけるかもワンちゃんちょっと休憩とサラダとかおにぎりとか間に食べればいけそう所要しようになってから振って打つとさっきしおりまで出てくるようになるシッて打つとしおりあんたはあーなんかそんな考えなかった食べることに必死写真撮る前にあスクショタイムしたかったんだよね今日無事分かった分かったあのお宅キョンクヤッホーケーキ回復祈願帰ってきてピーチメルバ風ケーキお姉さんふーってことは本当のペーチメルバどんな味がするんだろうそうピーチだったうーんそこに見えたそれとは違うけど何食べてるの今1500おおありがとうわーわー大げさをすごい食べるタイプ名人さんこんにちはおいしいありがとう白桃はなんとかジジイですジジイなんですかこんにちはあジジイ違ったジジイだったごめんなさい今度泳ぐ対決したいですいっぱい食べる人なのいいよ白桃じゃないなんバカにしてもそばす白桃ってなんでって思うけど白だけが白で桃がひらがなのよねほら白桃ってだからさあれこれ白桃じゃないのかってそう白桃なのでもこれも白桃って読むのか桃ひらがなクラッカーの名前をド忘れして5分ぐらいうなっていたことなんだと思ったの誕生日になった日はしおりちゃんに言われたいつ誕生日ごめんっていいよ確かにでもこれ文字これ見せずに言ったら確かになんでそれを白桃って読むんだって思うじゃんそうなんだよねなんでそれを読むのしずちゃん一人でこれって紐引く動作してたえー、かわいいこれなかった食べる姿見てたらお腹すいケーキ食べなよケーキすっごい喋ったら疲れちゃった12月14日また近くになったら教えてめっちゃ先だね田島もうちょっとだねよきよきしおちゃんが白桃を言うたらしょ激甘だった今日明日も早いのでこの辺でおやすみありがとうプリンちゃんだよ面白いお誕生日おめでとうございます昨日はあ手紙もありがとう読んだよプリンちゃんそうプリンちゃんだよお誕生日おめでとうございますにゃんありがとうさんナトリさん今プリンアラモード食う前にバナナ6本食ったので今お腹もいっぱい大食いかいけつそバナナ急に食べ過ぎじゃない6本やばい飽きちゃうよ白桃だね明日的な今日6時半起きて頑張って仕事は遅からみんな寝ちゃうねこのそやそっかお試しツイートしてくるねありがとう待ってるよケーキ食べたいから今から駅前の工事コーナーのシャッター開けて俺が食べたいしおりちゃんが食べたいって言ったって開けてくれるよ今日楽しみする先にお休みありがとう楽しみにするしおりをスイッチ食べ放題ってことはえなんかあれならあるよあ
なんだっけ、あのスイパラ、あたましてお誕生日おめでとうございます。22歳も良い年になりますように。新年明けまして、改めましてか、僕も明日早くあります。おやすみ、みんな。明日寝る人はおやすみ。明日頑張ってください。寝る人は、寝る人は頑張らないみたいな感じで、プレゼント動画楽しみにして。プレゼント動画、動画死ぬ前もケーキも食べちゃう、よろしく。もし食べたからね、今何時ですか。あ、こう見ればいいじゃん。あ、もう30分すごい。今30分になったからと思って見たら30分になった。 GTR こんばんじゃ、お誕生日おめでとう、ありがとう。いや、すごい嬉しい。みんな真っ赤かになってくれて。配信、あ、配信か、プレゼント配信ね、言うからね。配信、あの明日以降、明後日か明日明後日くらいにプレゼント配信しようかなって思ってるよ。お誕生日おめでとう、ありがとう。 HK こんばんは。なんかさ、お誕生日の歌歌おうかなって思って今思ったんだけど、お誕生日の歌って何って思わない？なんかお誕生日の歌ないか探してみようか。お誕生日の歌って何？しんごさんこんばんは。今聞こえてますか？普通にすごいと、え、すごくない？た、揺れてる、ちょっと揺れてる。アバターってどうすれば、アバター星を1個投げたらもらえるよ。あのルームで星を1個投げたら、同じこと言った。え、ちょっと揺れたよね、今揺れたよね、やっぱり。え、今ね7秒ぐらい揺れて、うん、うわ。しんごさんこんばんは。嬉しく耐えない時が正常。確かにいつもすごい全然違うんだけど。じゃあプレゼント事務所に送れば、ありがとう。むひろさんよりってなってる。プレイボン、あー、いいね。クリスマスソングはクリスマスかな。ユーのハッピーバースデー、あー、あー、待って、わかるはず、聞いたら。私し、え、知識だよね。 AKB 何も、あー、なるほどね。誕生日ってやっぱドラえもんかな。人事の、ま、揺れた、ちょっと揺れた。しゅーちゃんと HK の誕生日がちょうど1ヶ月違う。え、4月ね。栃木はちょっと、え、なんでだろうね、場所によるんだろうね、生息か場所によるんだろうけど、終了はちょっと揺れた、びっくりした今。自分だけかと思ったけど、あの普通に配信のこの立ててる棒が揺れたから、はあ、自分もしおちゃんそんなことしちゃダメだ、怖っ。もう地震怖、一生乗れない。さん、ありがとう。チアゴさん、 HK の4月か、 HK の、あ、揺れなかった。何時まで配信しよう。え、あと10分ぐらいかな、長くて。あんま長くてもみんな眠たくなっちゃうんですね。2年前の生誕ライブは、そうだね、ドラム歌います。ドラムの、あ、間違えた、ラジオにしちゃった。なんなん、千葉県北西部、え、千葉県、皆さんの方、今千葉県。カフェオレちゃん大丈夫？夢を叶え、最近何歌ってたの？少年、旅立ちの日にめっちゃ歌ってる。ああ、そうかそうか。この前の配信を思い出した。夢を、マオさんって言うんだよね、だけどさ、あ、いた、見つけた。
がとう。今日嬉しく、ツイート見て、すごいさ、いい紙物とか使わせていただいたの。ありがとうね。今日会えてよかった。あ、今ノイズやばいですか？今音入ってる時もノイズやばかった？音出てからも？歌ったら平気なんてことはない？前回それだったんだよね。歌い始めたら、音楽流れたら雑音なくなったみたいな。今やばい？ノイズやばい？音楽中気になるの？やっぱそうだよね。マシになったってことはちょっと？なんでなんだろうね。一回ちょっと刺し。パパがゲームボーイにしてたやつ。チリビープチビチビってるの？雨降ってるみたいなやつか。聞いたことあるのか、そのノイズ。やばい？音出たから大丈夫。なるほど。じゃあもう一回最初からやります。前回と一緒だね。なんか前回も音が流れたら平気なんだけどみたいな。そばみこむパパめっちゃやってた。ゲームボーイも昔やってたの。ドンキーコングとかね。ちょっと耳ちょっと うるせえって感じかもしれない。ごめんなさーい。久しぶりに歌う。心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図。空を飛んで時を越えて遠い国でもドアを開けてほら行きたいよ今すぐ。聞こえますか？大人になったら忘れちゃうのかな。そんな時には思い出してみよう。さらららら僕の
ブヨブヨ平気でしたか？めっちゃ声でかかったよ。あーごめんち、うるさかったかも。ちょっとうるさかったですか？ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、音大丈夫でした？あかん？すごい気になって気になってチリチリ言ってた。ファミコン、お気合いできました、ありがとう。この歌い方も今は何もほとんどね考えずにね歌ってたよ。この曲全部よく歌うけど、しおりの方が圧倒的。いやーマーク可愛い、可愛い。プリンちゃんやっほー、音大丈夫、よかった。耳も目もじゃあね、なんかうるさかったらごめんなさいね、声が。てんてん。ピルピルちゃん、てんてんてん。ちゃんてん。みよちやー。はしゃはしゃはしゃ。ドラえもんでした。やっぱドラえもんですね。22歳最初に歌った曲はドラえもんでした。はしゃ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 。みんな見てくれてありがとう。ありがとう。全然うるさくなかった。よかった。心地よかったですか？よかった。さよなら。うるさかったらどうしようと思いながらね歌ってたよ。よっしゃな、ありがとう。どうせ気になりませんでした、よかった。無問題、よかった。ちゃんと4分間録画してたよ。嬉しい。聞こえかかっている間ノイズ出ない、そうなのか。曲終わった瞬間泣いた、これ大丈夫だ、よかった。めっちゃ良かったんですけど、ただしけどまさかアイドルだったんです。ずっと可愛かった拍手ね、あ、絵文字だったのか。ちょっとてんてんてん、なんかどうしたんだろう。パチパチパチ、ありがとうブーちゃん。よちこんばんざい。今日はねやっぱドラえもんで開幕22歳でした。おしかゆ流鉄さん、ありがとうございます。無音ですか？録画したやつ、あ、あげてもいいよ。そう、これね、あの画面録画とかね、言ったらよかったね、先に画面録画してねって言ったらよかったね。22歳だと永遠に可愛すぎ、永遠に可愛すぎるになれるように頑張ります。22歳はね大人だからね。は、加入した時は18歳でしたけど、22歳になってしまいました、なりましたので、はい、これからも頑張っていきたいなと。総選挙かっていう感じで、録画しました、ありがとう。明日がねトークポートがあるんですよ。なので22日中の配信は多分これが最後かな。あとライブの後のオンライン録音楽だとかで多分最後になると思います。だから明日は遅いんですよね、配信が早いですね。ポニーテール巻きが見て結んでから巻くんですか？あ、勝利はこれポニーテールしてから巻くよ。今度配信で見せてあげる。見せられたと思って感じかもしれない。しおりは人によるかもしれないけど、しおりは巻いてからポニーテールするとぐしゃぐしゃになっちゃうから、ポニーテールしてから巻く。しおりさんがドラえもん歌ってるの好きなんで、 ありがとう。嬉しい。今年も寝ちゃいそうです。寝てください。今年もって何？どういうこと？ごめんなさい、いっぱい書いてから寝てね。楽しかったということで、のお誕生日をねみんなと非常に嬉しかったですという気持ちです。はい、くしゃみ出そう、はい、くしゃみ出そう。もっと二人でよく歌ってるわけです。可愛いんだけど二人で残ってるの。去年ケーキ食べるとこ、確かになんか去年いなかったようなみたいなイメージ。去年すごい遅かったんだよね配信。こけたらしいね、寝ちゃいたい。そう、今日ね、ライブの時にこけちゃって、私今日新衣装だったんですけど、新衣装の靴今日新しかったんですよ、私。中身だけ、外は普通、今までと一緒で、中身だけなんか新しい靴になったら、すっごい滑って、こけたんですね。ジャンピンナップジャパンのすごい移動があるところでこけちゃって、すっごい痛かったんですね。どんな問題っていうくらい。ケーキ食べてるとこ、3枚しか取れなかった、すごい。
になった。明日も食べるから大丈夫だよ。でも深夜になっちゃうけどね。それが帰ってきてすぐ20時台ぐらいにワンちゃんこけた。そうですね、だから明日は多分家帰ってから結構トークポートまで言うて結構大丈夫なんですよ。なんで深夜こけた右肘は右肘をちょっと赤い右肘をずっと左肘でこうやってこれをやけど痛い痛い痛いってマジで真顔でやってた。落ちサビ中にね自分のパートだと思ってもっともっともっと気持ちよって切り替えた。左肘の22歳の間ピチピチの人ピチ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 っていうさあれもあったよね。お機嫌には気をつけてね。ありがとう。で尽きたんじゃ今年の目標は塩にタメ口になることを。よ気をつけてねが嬉しかったか。タメ口になりましょう。配信ずっと見ててツイッター開いたらすごかった。なんですごかった。肘曲がす愛理ちゃんからそれは昨日の愛理ちゃん。じゃ最後にもう一曲、最近は、ね、これで勝手にしようの自己満足すごい好きな歌を歌ってやめます。最近ハマってるのめっちゃすごいうるさいかも今。あ今あれかもしれないです。雨降ってるかも。これ今日ねすごいあの歌うのあのぴったりなのではないでしょうか。これ歌ってありがとうございましたで終わります。え頑張ってね。それからのわがままだよ。ちょっとやってくれるかな。頑張りをしてください。うるさいかな平気。これ歌って終わります。好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆きすべ気のせいじゃない。世間の誰よりわかってるし、でも大丈夫ここに立てばみんながいる。好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆きすべ虜にするもっと夢を見せるもっと楽しんでて愛のこもったI'm not afraid to die.
誕生日に歌いたかった。すぐ来たよ。うん、え、アイドル枠一番目になった、すごい。なんで先生つあすいません。え、可愛いよね、好きですよ、大好き。この曲最近好きになって、ずっとき、さ、好きになった曲をずっと一つうわーって聴いてるのが好き でこの歌詞がすごい好きなの。本当に、本当そう、えなちゃんが言ってる人はしおりが作詞したんだよてかね、本当にしおりの、しおりにすごくグッときっと大好きなの。あー、そう、ファンスすごい今一番好きなぐらい好き、今の自分の中で。誕生日おめでとう、トレリス、ありがとう。ミラボールの穴で服と看護官になってる。うそ、これむーちゃんありがとう、何個もコアも投げてくれた。横山ありがとう、テテリリテツーさんありがとうございます。2000人突破、わー本当だわーとか言ってて見たらすごかった。白龍ありがとう、塩ビーム、塩ビームで、まゆちゃんありがとう。まゆちゃん、ハニーワークスの新曲出たので聞いてくださいね。何ですか曲名は。だいだこの曲はもともと誰かおすすめされたのよ、ファンの方に。誰だったか本当覚えてないんだけど、おすすめされて、しおりちゃんみたいな曲があるよって聞いた。しおりさんじゃなかったけど、だから覚えてないのか。ハムっちゃった、ママと。よっちおめでとう、ありがとう。マリマリファ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 チー、みんなありがとう。パチガパチー、ミツお誕生日ありがとう。ハマヤッホープリンちゃん、ショービームにやられやられた。本当にいい、この曲大好き。ちょっと下手くそだったけどね。めっちゃ、そう、誕生日になった。これもちゃんと録音しておき、そう、聞きたい時に聞いて。バンドジャパンの時、バンドジャパンの時はもちろん曲、今はもう超、今が超スです。さっきのドラえもんとか今のが超スえ、けどライブの時でも頑張って変えて、この声だったらさ、バンドジャパンの曲、合う曲と合わない曲あるんですね。今日の1曲目、浮世和歌とか、この歌が、てめえって。フレーク見もっと先はこれたちゃから頑張ってね。そうそう、誰か変えてます。ピピヤッホー、今日渋谷で見た顔見てたらドラえもんのポーチがあって、え、嬉しい、思い出してくれて。めっちゃカバンの中ドラえもんのポーチだらけだよ。ドラえもんの、逆にドラえもんのポーチしかないかも今。ドラえもんのポーチ、お財布、入れ物、全部ドラえもん。配信持ってから、ありがとう、嬉しい、待ってまーす、ツイート。さっきツイートしたよ。でも今ツイッターの通知切ってるからわかんないよね。ごめん、違う、この生誕、え、やっぱ生誕とかでいいよね。そういう時にさ、すごいいいと思う。誇り高きアイドルという曲、え、週にぴったりだと思った、それが。シュート部屋着なら青でもピンクでも取れない。あ、切れる、切れる。ニタニタしながら。ニタニタしてくれてありがとう。赤色を着てくれてありがとうございます。今日誕生日ありがとう。今日だけはまた嬉しい。ちょっとナンシー、ナンシー帰ってこないから今いないかも。嬉しい、でもめっちゃピンク赤色になってくれてみんなありがとう。おでぴー2022でも多分ね、これだよ、次に更新された時は違うと思う。22うまくいったんだけど、ハッピー食べ終わってからハッピーセットが出ます。え、なあ、遅い気づいて、気づいてよ。カウント管理ありがとう。バレたそうだよ。あ、バレた、その感じフランクに行こうぜ。ピンクとデンビーだの違い、それと、それ L かな、うん、L がいい。部屋着でしょ、うん、だったら L かな。あん、合うよって言われたことある。全然ここ高きアドっていう長いだから、きっとピンクだのうちの方が好き。ネイビーって何色。おぎゃー、は
めが羽根は好きで、羽根は好き知らなかったらバカにされたから勉強、おーちょっと勉強しようか。2超えたね、やったー。ということで、あ、濃い、あ、じゃあそっちがいい、薄ピンク、なんか明るい系合わない、顔、あの顔が顔に合わない、なんかわいい、一人の女の子なんですよ。何がん、ハッピーセット、ってこうか。じゃあ今日は配信終わろうと思います。お誕生日おめでとう配信ねっていうのが1時間半ぐらい配信しちゃってすごい申し訳ねえなんですけど、はい、今年も私と一緒にね、あのけど22歳のしおりと仲良くしてください、よろしくお願いします。お疲れちゃん、ね、ツイートするね後でおつぷよみっちくんありがとう、めっちゃ星投げてありがとう、ずっと投げてくれてた、投げてくれてる人とか言ってお疲れ様でした、お誕生日おめでとうございました、本当にありがとうね、くねくね、明日来てくれて、あ、そば、まるまるありがとう、明日ね、明日ねってなんかいいね、なんかエッチ、なんでもない、みちくんまたねまるまるね、のどちゃんありがとう、何の最後かわかんないけど22、そこにありがとう、ふーちゃん誕生日絶対一番にお祝いするからキングありがとう、おやすみ、ちょっと待ったのとこまでそう、ちょっと待ったわ、ここで行いますお花のこともツイートしなくていいよね、あのみんなが集まっててくださいっていうことと、あの写真、あ、無理無理ありがとう、明日楽しみ、ほん明日錬金最終日終わったらしおりと、そうよ、あとおじさんおやすみ、星の人、そう星の人、おやすみなさい、明日のためにゆっくり休んで、え、無理でも、でも明日ね別にそんな早く起きなくていいんだよ、ゆっくり寝れますよ、オッケーオッケーオッケー、この感じ、さっきの感じよね、うん、日本語言ったかもだけどね、てる、こんばんは、の人になっちゃった、まずやっぱり山口県、これ久々に言ったけど、あ、マサルさんだ、あ、マサルさんだ、こんばんは、みんなもありがとう、おめでとう、ありがとう、また明日。